皆さんこんばんは、釣りサベダサです。寒いね。今実はですね、また僕らのチャレンジということで、埠頭の方に夜なんですけど来てみました。今日はあの巨大深海魚やつをですね、今日こそちょっと仕留めたいなと思って、イカとかイカゴロを用意して今投げ終わりました。実はですね、昨日友達とちょっとメールしてて、で豆イカが今ちょっと釣れてるよっていう話を聞きまして、まあ例年だと12月の雪がちょっとちらつくかちらつかないかぐらいの時に豆イカって釣れ始めるんですけど、今年あんまりそうでもなくて、今年ダメかなと思ってたんですけど、なんか今頃になってちょっとポツポツ釣れてるような話でした。はい。それでまあ昨日自分も豆イカ釣ろうかなと思って準備してたんですけど、ちょっと体調悪かったんで結局夜の部は断念したんですけど、まあその友達がですね、豆イカ狙いながらいろんな埠頭をね散策してたら、なんと黒い魚影がねのそーっと現れたみたいで、慌ててタックル交換してその魚影の方にねジグ投げたら、なんと釣れました。たまげたねー。函館でやっぱり釣れるんですねこの時期。それでいやーまあ狙って釣ったわけではないんですけど、たまたま偶然ね、魚影見つけてそこにぶち込んだ感じだと思うんですけど、まあ、確率的には少ないかもしれないんですけど、釣れるってことは、間違いないんで、これからちょっと、狙ってね、しっかり、釣り上げてみたいなっていうのがちょっと今僕のなんて言うんでしょう、男のロマンをくすぐるというかね、そんな感じになってます。で今日の仕掛けなんですけど、前回同様普通になんだ胴突き仕掛けの一番下の方には今日はクリガニも狙おうかなと思ってたんで、針またつけてクリガニを狙いながらの上っ張りの方ではマダラ狙ってるよみたいな、そんな美味しいとこ取りシステムでやった方がなんかマダラ一本に絞るよりはね、下でクリガニちょんちょんいたずらねされながらみたいな感じの、そういうのがまだちょっと楽しいんじゃないかなと思って、飽きないんじゃないかと思ってね。で、しかも、みんな、これから、クリガニ釣りするじゃないですか。その時に、まあ、上っ張りの方だけに、もしかしたら、タラ食い込んでくるかもしれないっていうような感じで、そういうシステム組んで、やっていただけると、もしかしたら、奇跡が起きるかもしれないんで、いやー、なんかこれちょっとみんな、せっかくクリガニ狙うぐらいだったら、両方狙ってほしいなーと、そういう釣り食べさんの願いでございます。で、それでもし釣れたら、ぜひね、教えてほしいなって思います。で、とりあえず今、2時間ぐらいなんですけど、ちょっと頑張ってみますね。はい。じゃあ、寒いけど、頑張ります。はい。車内の、シャインマスカットカッチカチに凍ってます今日一日ね車を動かしてなかったんですけど、はい、すごいですね、車の中もこんなに冷えるんですからね
まあこのカオルブラックもね、なんかカチカチでちょっと喉乾いたんですけど飲めない状態ですねこれをちょっと今あの暖房に当てて自然解凍する、はい、そういうシステムになりますから5メーターぐらい先の方にこう投げてます。意外となんかね、あの見てるとなんて言うんでしょう、際をねうろ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 こう回遊してるようなそういう感じらしいんですよ、タラって。それで遠投とかするよりも意外とあの手前の方に投げた方がいいかなと思ってとりあえずやってます。命の水ちょっと溶けてきました。はい、まだ一口で終わっちゃうね。もうちょっと溶かします。今日はね人はあんまりいません。